より良い沖縄を次の世代へ、共に手を取り明日へ、つなごう沖縄プラス。全国の中でも貧困率が高い沖縄で、経済的な理由による子どもの体験格差を解消しようと、この7月に本格的に活動をスタートしたアーチティーフープ。さまざまな環境の子どもたちに非日常の体験を味わってもらう取り組みを行っています。あ、上手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 、オッケー、オッケー、そうそう。集まったメンバーがまず行ったのはバスケットコートの設営。協力してコートを作っていきます。友達呼んできて一緒にコートで遊びたいなって思ってる。誰でも遊べる場を自分たちが手作りする経験、それは将来の社会参画に向けてもかけがえのない学びの時間となります。その後は自分たちで作ったコートで手作りのバスケット大会を行うなど、イベントを思い切り楽しんだ子どもたち。スポーツを通して仲間と力を合わせる喜びや、大きなイベントを運営する達成感、今いる環境にも左右されず非日常を味わう体験は SDGs の目標にもつながっています。初めての人と友達になれる場っていう、交流という切り口でもすごくいい場だったかなと思って、様子を見ながら、子どもたちの表情を見ながら思いました。一つの成功体験を味わえるような場を一緒に企画からできたっていうところは、もう本当にやってよかったなと思っています。スポーツを通して誰でも未来を描ける社会に、子どもたちの体験格差の解消を目指して、アーチトゥーフープは今後も取り組みを続けていきます。今まで